飲食店経営塾塩ラボ。塩さんのズームで社長インタビュー始まります。今回のお品書きです。ファイル31、沼田真一郎社長後編です。この、まあ、気づき学びの中からこう実際に今度は沼田さんを出される形になるんですが、これの実際にこの居酒屋業態に進出するときというのはこう実際にこう、まあ、大変だったこととか、最初こう捉えたけどこういかなかったとか、なんかそこでこう壁になったこととかっていうのはありましたか？そうですね、まあ、やることね、技術的なものっていうのはもちろんそのコーヒーでも結構技術はイメージで料理をするイメージのあるコーヒーって焙煎って特にその途中で味見できないので、はい、その季節によっても違うし、その、ま、コーヒー豆の原料の状態によっても全然違うので、はい、料理のイメージっていうので言うとそのイメージ力がある人の方がやっぱ、もつ焼き焼くのも上手だなって僕自身も思ってますし、はい、その辺でなんか苦労したっていうのは別にないですからね。ただ喫茶店に比べると、はい、営業の内容の速度が速いかなと、うん、あまり大きい喫茶店やったことなかったので、その速度が速いなっていうのは最初ちょっと、感じましたけど、うん、まあ、特別その難しさっていうのはなかったかなっていう感じですね。ただその頃にやっぱちょっとずつ人数が増えてきて、でやっぱ社員とか入ってきてとかだったので、はい、まあ、ここからのチームビルディングとか次につながることっていうのはなんかすごく手探りでやってた感じですかね。なるほど。そのちょうどチーム作りとかについてはこう、まあ、当時こう手探りでありながらこういうことが大事だなって気づいていったっていうのはどんなエピソードがありましたか？石井さんとかはすごくそのなんて言うんだろう、もうすげえなっていうそのエネルギーと、うん、ノリで、まあ、本当に言ってるのかもしれないですけど、ちゃんとロジックあるんだよとか言われるのかもしれないですけど、はい、まあ僕は天才型の経営者だなと思っていて、はい、でそのなんか僕が別にその天才型ということではないんですけど、なんか全て感覚でやってしまうので、なんかこれがって言われるとすっごい難しいですね。なんかいろんなこと言ってますけどね、なんか細かいことを、まあそんなこと言ったらそれもロジックかって言われたら一緒に飯を食うとかね、そんなの誰でもやってるかもしれないし、まあその時に喋ってることって結構大事なんじゃないかなと思いますけど、じゃあ何喋ったかって言われると困るな。結構沼さんのお店こう行くといつもやっぱスタッフさんが自然体で、やっぱりこうすごいなんかこう楽しそうに働いてる感がやっぱすごい伝わってくるとかもあったんで、そう、その関わり方とかどうしてるのかなというのもちょっと気になってはいたんですよね。なんだろうな、まあでも僕自身がやっぱそのある程度その楽しんでないとそれって伝わっていかないと思うし、うん、なんかねいつもしんどそうな、資金繰り大変だよみたいな落ち込んだ自分だとしたらそれはそれで、ダメだろうし、なんかでも何かって聞かれるとなんだろうなとは思いますけど。なるほどね。ではま、ちょっと一番最初の居酒屋の業態が新宿3丁目のそう、もつ煮込み専門店沼田なんですけど、でもその店はもう実はビルの建て壊しでもうなくなっていて、そうです、2階の一番古い店が今新宿にある中で一番古い店ですね。2階の僕らがよく行ってた店の前にあったんですね。はいはい、前にあったんですよ。ただそれはもうビルを建て壊すためにもともと3年しか入れないっていうビルだったんですけど、当時資金力がなかったので、はい、入れないっていうことで安かったんですよね。なるほど。その場所が、はい、なのでもう3年でなんとかしなきゃもう
全部持ってかれると思ってたんで、はい、いやまあ死に物狂いでしたね。そこの1階の時の店はですね。なるほど。この最初出した時のこの居酒屋の部分についてはこのまあ必死でこうされてる中で集客面とかその業態のあり方とかについてはどんな感じでこう進んでいったような感じでしたか。オープンした、まあ、業態はもつ煮込み専門店沼田っていう業態でまあちょっとそのかなり尖ってるというか、そうです、まあもつ煮込み専門店って検索してもどこにも出てこないぐらいなんでまあこれもすでにね肉もつ煮込み6種類ぐらい揃えるって、うん、まあ、仕込みは正気の沙汰じゃないというか、はい、ものすごい大変なんですよ。まあ、集客、まあ、もともと新宿なので、それなりに、お客様いらっしゃるじゃないですか。はい、その、やっぱ、意識、集客していくというよりかは、うん、まあ、たまたまでも何かのきっかけでお越しいただいたお客様に、絶対もう一度来て、見たいと。思うような、はい、まあ、その時のそのいい、その時いいなと思うような、はい、ことはやってたかなと思いますね。なるほど。当時もう最初からつくぴーとかもあった感じですか。もちろん店オープンした時からありましたね。なるほど。はい、こうすごくシンプルだけど奥が深い料理たちって、はい、これはもともとこの日本再生酒場さんとかで学ばれてそれを入れていったような感じ。いや、まあ、結構まるっきり新しく作ったので、それこそその石井さんがその開発をずっとしてくれて、夜な夜な二人で味見したりとか、はい、結構やっぱ応援してくれたっていうか、すごく一生懸命その辺の味作りとかは、うん、やっていただけたなっていうのはすごいいい思い出ですね。そうでしたか。なるほど。石井さんも関わって一緒にだったんですか。いや、もちろん石井グループからその食材も卸していただいてましたし、はい、ただその全て原料なので自分らで加工していくっていうことはね、絶対だったので、なんか出来上がったものをもらってるってわけじゃないので、はい、結構大変は大変ですね。なるほどですね、はい、飲食店経営塾塩ラボ、今度そこから今度3年間はまだ店舗を出さないでいた感じですか。いや、そのね2年後ぐらいに、はい、なんかこうまあこういうのやってみないか、ああいうのやってみないかっていうのがまあその石井グループの方からあって、はい、まあなんかちょっとまあ、その当時は僕もよくわからなかったんで、まあ新しいことは何でもやってみようみたいな感じで、はい、その2年後ぐらいには三井アウトレットパーク入間っていうところに、はい、フードコートに出店させていただいたりとか、はいはい、でその後は、赤坂とかに空中階なんですけど超でかい箱を持ってやったりとか、はい、なくなりましたけど、はい、そうですかなくなりましたけど、そういうのやったりとか、はい、その2年後ぐらいにしてますね、ちょっとね。そうですか、はい、これ三井アウトレットパーク入間さんとかこの赤坂に出された、はい、っていうのは実際こうどんな感じでこう進んでいって、逆にこう赤坂とかこうまあなぜ撤退されたのかなみたいなところとかもお話いただけます。僕それはねなんかこう結構なんでって聞かれるとやってみないって言われて、まあ、はい、うん、僕ですかみたいな、最初石会社に言われたんですけど、僕ですかみたいな、まあまあ、やろうよみたいな感じで、なんか結構安請けっていうか、なんか大変、なんかやっちゃいましたね、その当時、はい、何って聞かれるとかいい。で、アウトレットの方は、その当時、三井不動産と、はい、まあ、石グループが結構、ミッドタウンに出したりとか、はい、それをグループの方もして。で、まあ、そんなところのつながりから、
声がかかったっていう感じですかね。あ、なるほどですね、うん、そうですね、もうだからそこもやり始めて10だから 2,3 年になりますかね。もうあ、すごいですね。はい、まあ、業態としては同じもつ煮込み専門店。いや、最初はまたこれがちょっとエッジが効きすぎてどうにもならなかったんですけど、はい、豚足を使ったシュウマイの、はい、なんかコラーゲン中豚チっていう状態だったんだけど、いや、まあ豚足シュウマイ専門店だったかなんかなんかって全部漢字で書いたんですけど、はい、豚足シュウマイって焼く、はい、売るって書いてあるんです、はい、で豚足焼き売り専門店に見えたらしくて、あの豚足をくださいってお客さんに言われるんですけど、いや豚足売ってないんですよねみたいな、よくわからない状態でしたね。なるほどです。ちょっと飛ばしすぎましたよね。なるほど、なるほど。そうですか。その後も、もうどんどん展開をしていくような感じ。いや、そう、まあそんなバンバン別にうち出店してるわけじゃないので、まあその、はい、ご縁をいただいたような物件で、はい、まあその時の人とかのタイミングで、うん、まあ、出店していくって感じですかね。なんか、そういう、うんうん、物件開発みたいな舞台がいてどんどんを出していくとかいうことはないですね。なるほど、はい、まあ、でもご縁をいただいてとかを、はい、から提案されてあ、じゃあやってみようみたいな。そうですね、そういう例えば、うん、その知り合いっていうか、はい、そのが、なんかうまく立ち行かなくなったお店とか、なんとかなんないかとかっていうので、はい、とか、なんかそういう感じでちょこちょこ、新宿三丁目だけはなんか近くに開くとお声掛けをいただけたので、まあ、じゃあ、ぜひお世話になりたいですっていうことで、出店させていただいたりとかっていう感じですかね。なるほど、はい、新宿三丁目もそうするとこう、まあ、最初からそこにドミナントでやるぞって感じではなくて、あくまでもお声掛けをいただいてっていうところからの。そうですね、やっぱお客様が入れなくて1日ね10組20組お返ししてることを考えると、はい、やっぱもうちょっとフロアあってもいいんじゃないかとか、うん、って言って増やしていった感じですね。そうですか、はい、2号店、2号店もそうですし、今の1号店、はい、2階にある、はい、でもう1店舗もそうですけど、はい、どちらかというと、新宿3丁目の中でもこう立地そのものについてはやっぱりこうそこまでいいとは言えない感じの、ちょっと分かりにくい感じですよね。そうですね、はい、だけど沼津さんのお店っていうのはもういつ行っても本当入れないぐらいにやっぱりこう賑わっていてっていうところがやっぱりこういつもすごいなと思ってたんですが、はい、そういった中でこう沼津社長がやっぱりこう集客とかやっぱりこうお客様に利用していただけるお店にというところでこう大切にしていることとかこれが大事だっていうふうに今捉えていることっていうのはどんなことがありますか？そうですね、まあやっぱいい場所に出せば、いや家賃高いですからね、それやっぱ、うん、払えないっていうかあのビビっちゃって払えないタイプなので、はい、まあ大切にしてることっていう、とその例えば、まあ、新店舗で出してその集客のツールを使うことももちろんありますけど、例えば新宿3丁目とかで、まあ、それなりにもう年数も経ってってなってくると、集客というよりかは受け止める方のそのなんていうんですか、店舗の実力っていうのがザルにならないよっていう、はい、結局どんだけ集客しても、うん、そのザルで受け止めたら水はたまらないじゃないですか、はい、そこに水を取っても、だからその目をより細かくする、もしくはもう
全く穴が開いてない状態、もう絶対、はい、いらしたお客様はまた来たいと思ってるに違いないみたいなところ、まあ、一人上がりになるってことではないんですけど、はい、そこは、徹底したいなっていうふうに思ってますね。なるほどですね。その今度徹底をしていく上で沼津社長がこう大切にしている会社のその経営理念であったり、その経営理念をどのように浸透しているかというところもお話しいただけますか。そうですね、やっぱそのまず、まあ浸透っていうか、でもやっぱ理念昭和は毎日するようになってから結構浸透したなと思いますね。そういう意味では始業前に、毎回するようにって何年か前から始めたんですけど、はい、それはねやっぱ結構変わってきてるなっていうのは感じますね。まあ、あとは僕が言ってることがやっぱその一貫性を持って多分もうずっと言い続けてる、そのやっぱありがとうの連鎖経営っていうのがあるんですけど、そのありがとうっていう言葉をやっぱすごく大事にして、まあありがとうの反対って当たり前とかいろいろこう言うと思うんですけど、はい、当たり前じゃない、そのあることが難しいっていうことを理解した時に初めてこう出てくる言葉なんだよとかっていうことは結構ずっとミーティングやなんかでも、伝えてますかね。まああとはこういうこううちのクレードのツールみたいなのが、はい、毎年ずっとあるんですけど、はい、こういうの、すごいですね。これ毎年デザイン昔のノートみたいな。そうそう、これジャポニカ学習帳みたいなね。これ横浜ウォーカー、東京ウォーカー。すごいですね。こういうのをの中でまあちょっと伝えていけるように、はい、まあ努力してるっていうか、まああとはミーティングとかでそのあたりをお伝えしたり、まああと企業理念のそのど真ん中ならまあもちろんありがとうっていうことなんですけど、はい、その職をまつわる仕事を通じ関わる全ての人たちを幸せにしますっていうことを毎日まあ昭和するんですけど、はい、その関わる全ての人っていうのはお客様じゃないっていうことはお客様だけじゃないというところは結構強調してるというか、はい、私も、お取引業者様もスタッフ自身の家族も、全て幸せじゃなければこれは達成できないんだっていう話は結構まあしますかね。なるほどですね。飲食店経営塾塩ラボ、今年入ってから新型コロナウイルスでこうもう本当こういろんな影響が業界に出てるんですが、この中で沼津社長のこの会社はどんな影響があって、でそれはどのように乗り越えてきながら今来ているのかなというところをお話しいただけますか。まあ、ちょっとさっきも最初に言いましたけど、なんか天体とかなんかそういうものって僕の管理下にないじゃないですか。はい、まあ、そもそもあんまり最初初動はどっちかっていうと遅かったかもしれないですね。その、まあ、とりあえず様子見ようよみたいな、はい、の感じで、やっぱ新宿とかは全然やっぱ営業もできなかったですし、うん、で、まあ、皆さんそのスタッフの方に聞いてどうしたいかな、はい、休みたければ別にその評価とか全然関係ないから、もう休みたい人は休んでくださいと、うん、話をさせていただいて、でやりたい人はどういうことをやりたいのかっていうのを、皆さんにお聞きして、うん、まあほとんどの人がやりたいですっていうことになったんですかね。まああとほら商業施設とかはもう完全閉鎖だったのでやりようも何もなくて、はい、まあ好きにしてっていうか、まあそれぐらいしか、まああと通信型の勉強のあれとかもやってたので、そういうのを毎日何項目以上やりましょうとか、うん、まあ時間があったらやっぱね、ジャンプするために一回はしゃがまなきゃいけないと思うので、まあ、それは勉強する時間に当てたりするのもいいんじゃないかなということで、はい、
うん、まあそういうことをやる時間に当てたりとかですね。あとはそのコーヒーの方は実は、そんなに落ちないっていうか逆に伸びたところもあって、やっぱほら在宅になってるので、家で出かけなくなった分、家でオフィスワークとかの時にコーヒーを飲むんじゃないかなっていうのもあったので、はい、そことかは結構忙しかったですね。あとはなんかじゃあやれることやってみようっていう有志のメンバーが集まって、はい、喫茶店、まあちょっと大きい喫茶店があるんですけど、うち、はい、その大きい喫茶店の軒先に焼き鳥の台を持ってきて、はい、めちゃくちゃなんでそれなんか楽しそうだけどどうなのかなと思いながら見てて、うん、1日ね数百本売れてるんですよね。結構売れてましたからね、お客さん並んでてなんかすごいなと思って、なんかそれでなんかまあ時代が変わっていくなら、うん、店の形も変えていく必要があるよななんていうふうに思って、はい、やっぱその、持ち帰りやすいような形にこれからした方がいいんじゃないかとか、はい、まあそれが一番そのコロナが終わった後に2店舗出店してますけど、はい、その辺を盛り込んだ形にしましたかね。まだそれ実験というかやりながら今工夫してる最中ですけどね。なるほどですね、はい、ちょうどそのまあ一つのその一環でもあると思うんですが、川崎の方でオープンされた魚田食堂、はいはい、これも、まあ、新たな多分視点というところも今回入れられてると思うんですが、こうどんなことをこう目指してどういうイメージでこう展開をされた感じですか。まあ、まず例えば新宿とかに出してる業態って、まあ、どちらかというと尖ってるというか、はい、商品出ないし、うん、で元々その相模大野でやってた業態っていうのは、はい、朝もうそのお店も5年ぐらいになるんですけど、その朝11時に開いたら夜の11時まで12時間店をやってるんですね、はい、でその間で、もつ焼きも食べれるし定食もあるし、ラーメンもあるしっていうような、昼から飲めるし夜のガッツリ飲みもあるしっていう、結構カフェって多種多様な人がいろんな目的で1日の長い時間の中に1日2回来たり3回来たりっていう人もいらっしゃるし、はい、その要素を、なんだろう、酒場、そこの酒場の店は肉酒場という酒場からの切り口だったんですけど、なんかカフェ寄りとその食事寄りに、うん、見せ方を変えたのが今回の食堂の業態ですね。なんか特別すごい新しいことをやったわけじゃないんですけど、はい、自分たちがやってたことをちょっと視点を変えたっていう、うん、そういう感じです。なるほど、はい、実際こうオープンしてからはこう反応はどんな感じですか。いやまだそのちょうど同じ沼田食堂っていうのは川崎と相模大野で両方2店舗をほぼ同時にオープンしたんですけど、はい、見せ方も全く違うんですよね。その大衆のそのちょっと蛍光灯チックな店と、ちょっと居酒屋みたいに黄色い温かみのある店とって、やっぱ出る商品が結構違うなっていう印象があって、やっぱその昼飲みの方結構いらっしゃるなっていう、川崎は特にですね、はい、そういうイメージがあります。ただ僕らはほら居酒屋だと5時とか6時から、うん、開けて、まあ、7時ピークとかあるじゃないですか、はい、まあ、なんですけどピークなくてずっと飲んでる人がいるっていうのも、まあ、っていうなんかそれは、今のところ持ってるイメージですかね。なるほどですね、かしこまりました。飲食店経営塾塩ラボで、沼津社長、沼津社長の将来の夢とあと会社の今後のビジョンをお話しいただけますか。そうですね、もともとずっと言ってるんですけど、その、まあその最低ね10人が社長を輩出したいっていうのは
あの何年も前から言ってて、あのやっぱ自分がこのこういう飲食の世界ってずっとやってこれましたけど、やっぱ一定の目で出すハードルって資金力とかいろんなことが、まあ、他のところからの何かの力があれば出しやすいんでしょうけど、なかなか自分で働いてて、飲食店をさらに自分で独立して出す難しい世界だなっていうのはすごく感じてるんですよね、はい、なのでまあ、できれば会社の力を使ってなんか社長がどんどんあの廃止されるといいなっていうのはもう思っていて、まあ、それを、まあ、グループの規模としてホールディングスでもあのスケールメリットを生かしながら、やっぱ社長っていう店長もそうですけど、あの、ね、商売人であるべきだと、うん、あのこの労働基準法とかがどうのこうのとかいう世界じゃ僕らの世界はないよねっていう話は、うん、あのしていて、いやでも守ろうと今やってますいろいろやってますけど、でも最終的にはあの自営業になるのがベストだなっていうふうに思ってますので、うん、まあそこをいかに多く排出していくか、ただ技術があるだけでも僕はバックヤードから見て潰れたお店をいっぱい見てきたので、うん、そこなんか技術があっても長続きしないなと思うんですよ。その、うん、単純にどんどん店を出さしてあげることは可能なんだけど、やっぱそこに人間力っていうものが、うん、そのなんか合わさってきて、うん、初めて長いあの経営ができると思ってるので、まあ、そこを作っていきたいかなと、たくさんの社長を輩出しますと、仲間と共に成長するというところがやっぱ僕の大きな、ビジョンですね。なるほど。うん。あと何でしたっけ質問。あとは会社の今後のビジョンですね。あ、うん、だからそうですね、まあ、出店してもうすでに一つ子会社としてはそこに社長がいて運営しているような状態になってまして、そこの会社も今3店舗経営してますから、でもこれ人ってやっぱじゃあ店長やりました、次スーパーバイザーやりましたってみんなができる道じゃないと思うんですよ。その1店舗でじっくりやりたい人もいれば、あの複数店舗をやりたい人もいるので、その成長過程とその希望に合わせて、出店しながらやっぱもうそのお任せして社長としてやっていってくださいっていうようなことをこれからどん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 加速させていこうと思ってます。なるほど。はい、はい、ありがとうございます。では、沼社長、最後から2つ目の質問ということで。なんか最後多くなってないですか、大丈夫ですか。大丈夫。はい、今度はですね、全国の飲食店の経営者の方々に、沼社長からちょっとメッセージをいただいてよろしいでしょうか。はい、なんだろうな、僕が言えることはあんまないですけど、笑う角には福来たる。笑っていきましょうっていうことですね。ありがとうございます。もう管理下に置けないことでくよくよしない、何か起きたらしょうがない、だからもうその中で頑張るしかないな、もう笑っていこうというふうに僕は思っています。はい、すごいです。はい、はい、最後伊藤さんみたいに笑ってるのがいいんじゃないですか。そうですね、僕もでも沼社長同じような視点です。やっぱ管理下に置けないことはもう前見るしかないなっていう。うん、そうですね。はい。疲れますからね。管理下をいちいち考えてると。はい。はい。ね。っていうなんかそんなんで大丈夫ですか、僕の。大丈夫です。はい。ありがとうございます。では、はい、最後に、最後3つ目来て最後。さっきの最後から2番目で。あ、最後から2番目でしたっけ。はい。で、今回最後ですね。で、最後はこのズームで社長インタビューはこのリレー形式で次のバトンをつないでいただいてますということで、はい、次の、沼津社長からのバトンの方のご紹介を簡単にで大丈夫ですので、選ばれた理由なども含めてちょっとお願いいたします。まあ、僕の、まあ、居酒屋協会とかでも、先輩にあたります大沢武氏を、推薦いたします。はい、いやなかなか異色の経歴の持ち主で、まあ、ド変態な社長なの
まあ、ちょっと面白いかなっていうことで、あの一緒にその、バンコクとかの運営とかも、バンコクでラーメン屋さんやってるんですけど、それの運営とかも携わらせてもらってて、あのいつもお世話になってる社長なので、はい、ありがとうございます。はい、では、今日はですね、相模原と新宿を中心に飲食店を経営している沼田社長にご登場いただきました。沼田社長、どうもありがとうございました。ありがとうございました。沼田社長、ありがとうございました。前編もぜひご覧ください。前編ではコーヒー店の経営、そしてもつ煮込み専門店沼田開業に至るまでの誕生秘話をお話しいただきました。最後までご覧いただきありがとうございました。飲食店経営塾塩ラボ、新規集客で売り上げを伸ばしたい飲食店経営者店長へ、今毎月塩ラボ虎の会を開催しています。毎月開催している塩ラボ虎の会では、1. 塩さんから直接今の世情や飲食店の現状を聞けます。 2. 自分が聞きたいこと、知りたいことをその場で問題解決できます。 3. 参加したスタッフはその場でやる気になります。 4. 歴史を読み解きます。 5. 3000店舗の現場を見てきた経験があります。 6. YouTube で取り組んできた全国の飲食店経営者から得た気づきをシェアしています。 7. 他の店舗の悩みや成功体験を聞けます。 8. コラボレーションができるか模索ができます。 9. タイムリーな情報交換ができます。 10. 飲食店で独立を考えている従業員に有益です。 PR やウェブマーケティングに強くなれます。 12. 媒体にとらわれない売上アップの仕組みをメンバーと共に作ることができます。 13. 本気で売り上げを上げたい仲間が集まっています。 14. 虎の会オンラインサービスも充実しています。 1. 会員限定ページが閲覧できます。 2. 会員限定 YouTube 動画を閲覧できます。 3. 過去に開催した虎の会リアルの映像をご覧いただけます。 4. グループページでの質問相談はいくつでもできます。詳しくは説明欄ホームページをご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またよろしくお願いいたします。